ツノツノ魚の大王だって敵じゃない。ドドコとボンボン爆弾、ドッカン花火の組み合わせが一番強いな。このゲームを遊んでるとちょくちょくシードルコの話を思い出すんだよな。まさかリサさんはあれをアレンジしてこのゲームのテーマにしたのか。ところで、実際もしあの外来種の魚たちを見つけられなかったら、怪しげな岩礁を一通りクレーに爆破させればそれで万事解決じゃないのか。本当にダメだったらオイラたちも爆弾をいくつか起爆させたらこの事件を解決できるだろその表情、どうやらこのゲームを楽しんでくれているみたいね。リサお姉ちゃん来てくれたんだ。リサさん、やっと顔を見せたな。お前の作ったドドコドッカン冒険記すっごく面白かったぞ。クレーが存分に楽しませてもらったぜ。気に入ってくれてありがとう。それってこの作品の続きを作ってくれって意味かしら。やったー、クレー続きが知りたい。ドドコが他のところを冒険する話も。いやでもクレー覚えてる。リサお姉ちゃんこのゲームを作るのにたくさん時間がかかったんだよね。きっとクタクタなはずだからリサお姉ちゃんを疲れさせてばかりいられないよ。あら、クレちゃん、お姉ちゃんのことを気にかけてくれるの。お姉ちゃんとても嬉しいわ。こういうゲームを気に入ってくれて場内でおとなしく遊んでいてくれるのならどれだけ時間を費やしたって構わないのよ。もちろん自由にいろんなところを冒険して回るのがクレーちゃんの一番好きなことだっていうことは分かってるわ。ただのちょっと変わった新しい暇つぶしね。だからみんなにいい知らせを持ってきたの。可愛い子ちゃんたちへのプレゼントもあるわ。プレゼント？あのねクレーも栄誉騎士団のお兄ちゃんとパイモンちゃんにプレゼントがあるんだよ。じゃあプレゼントは最後にしましょうか。まずはいい知らせから。そうなの、調査招待の2人の騎士が外来魚の巣窟を見つけてやっつけたのよ。外来魚が突然現れた原因も騎士団の調査によってはっきりしたわ。今回のアクシデントはとある商人が悪意なく取った行動によるものだったの。対はなかったということを考慮して彼女には相応の罰金を支払ってもらった上で騎士団がきちんと教育したわ。ふぅ、大きな被害にならなくてよかったな。でもその商人もちょっと不用意すぎだぞ。じゃあ次はプレゼント発表の時間だよ。クレーが先に行っていい？もちろんよ。私も不思議に思っていたわ。クレちゃんたら最近誰に注意されるでもなく毎日ちゃんと早くに帰ってきてたんだもの。ふふん、夜お家にいる時アルベドお兄ちゃんの手作りの絵本でやり方を見ながらこれを作ってたんだよ。じゃじゃーん、これはボンボン爆弾を投げようとしてるトドコだな。うん、クレー、ドドコドッカン冒険記のコマを参考にこのドドコのぬいぐるみを作ったんだ。このドドコは本物のボンボン爆弾を投げることはできないけど、でもこのぬいぐるみを見たら英雄騎士のお兄ちゃんとパイモンちゃんもここ数日間の楽しい時間を思い出して悩みや退屈が消えてなくなると思ったな。ドドコのでっかいぬいぐるみか。確かにすごいサプライズだな。これがあればいつでもクレーとドドコに会えるような感じがするぜ。英雄騎士のお兄ちゃんもパイモンちゃんも
プレゼント気に入ってくれたんだね。クレイの頑張りは大成功だよ。リサお姉ちゃんのプレゼントはどんなの？クレイも知りたい。あら、クレイちゃんの真心に比べたら私のプレゼントは随分控えめよ。さあ、ドドコドッカン冒険記の冒険物語を見てみましょう。冒険物語、一冊の本にしたのか。可愛い子ちゃんたちはモンドに戻ってくると、クレちゃんと一緒にドドコの冒険の旅に参加したの。一緒に悪いツノツノ魚の兵士を倒してアフタヌーンティーを楽しんで、この物語こそドドコドッカン冒険記の一番完璧な姿よ。もしかしてリサさんはゲームのステージを考えてる時にすでにこのストーリーをみんな思いついてたのか？いいえ、パイモンちゃん、この物語は可愛い子ちゃんとあなたとクレイちゃんが力を合わせて完成させた物語よ。あなたたちこそが全てを決定した主人公なの。挿絵を入れようと思って本の中に場所を空けてあったんだけど、提案があるの。みんながゆっくり集まれる機会は貴重だし、せっかくだからあなたたちの記念写真を撮らせてくれないかしら。うん、友達に会えた上に楽しいゲームで遊べたんだから、確かに記念すべき瞬間だよな。じゃあ撮ってもらおう。英訳師のお兄ちゃんとパイモンちゃん、こっちこっち。リサお姉ちゃん、お願い。今日も楽しかったね。